出していたのはまだ家族のこと。あやのはお姉ちゃんだからみんなのことよろしくね。小さな家の中でひそひそ話そう。秘密の作戦みたいに連れてこられた三人の真っ赤な目には、大人に隠していた過去がある。怯えた顔で、僕は化け物だから私は告げる、はないよって。真っ赤の色は主人公の色だから、怯えたいなくてもいいんだよ。面白いこと悩んでは、今日のお姉ちゃん坊ってほら見ていて、赤いマフラー巻きつけた組織みたい、茜色染めて始めよう。小さな色の振りだけど、少しでもまた笑えたらって、今日も家族でいよう。幸せを願おう、先にある未来がどれだけ悲しくても、このことは秘密だよ。楽しくて夜が沈んだ。なった世界は理不尽に曲がる、誰かの陰謀みたいに膨らんで消えた。愛する人の涙は誰も気づけなくて、黒くなる狂い出してた。気づいたらもう誰にも言えなくて、やだやだよ。壊れるのは幸せの終わる世界が来る。茜色お願い、これ以上誰かの未来を壊さないで、泣きながらまた考える笑顔に隠してまま。茜色それが私なら、誰かの未来を救えるから、不器用で情けない一人ぼっちの作戦だ。あの日の秘密組織はちゃんと笑って暮らせているのかな。きっと私は怒られちゃうんだ。だけどだとお姉ちゃんになれたから、思い出してみよう、あの好きだった、
せてなんだか不思議明日の声